こんにちは。こんにちは。タイムのところです。宮下です。今回はですね、アドミラル。メラル。知ってますか？小平さとしさん。おお。それしか知らない。女子は？うちにも出てくれた堀。堀琴音さん。はい。あ、そうなんだ。堀琴音さんが来てるブランドです。はい。もともとはバッグ屋さんの会社なんですよ。特にこうたくさんこう出してきたのは割と最近。このイメージしかない。イギリス国旗ですね。うん、私もなんかこういうイメージがすごくある。チェックとかのイメージがすごくある。うん、あとこういうのトリコロールの結構イメージもあります。うん、すげえアドミラルって書いてあるイメージ。うん、しかない。来たことありますか？ね、50歳くらいになったら買おうかなって。70代のおじさんが来てるイメージが。違う。スコアが70。80切ってて、うまいって感じ。うまそう。早速、中に入っていきましょう。今回は女性から行きましょう。はい。じゃ女性から近くね。はい。まず、小物が充実してます。革がね、かなり小物がいろんな形のもの、あ、柔らかい、何でも入ります。これは多分ボール、あ、でも違うかも。つけるところが特についてない。お財布っぽくなってる。そうですね、チェックの色もね、かなり抑えめな。4色展開とかでかなりたくさんチェックの色も豊富にありますね。結構色物も柄物も、色も結構差し色多いですね。グレーがあったり黄色があったり、あ、グレーは差し色じゃなくて青があったり黄色があったり。カタログで2人が着ているこのセーターが、さっき言ってた2人です。お父ちゃんなんかメイクかな、なんかすごい。ちゃんそうなんです、ね、いつも撮影の時に結構濃い、結構いつもとイメージがだいぶはっきりしてる、はい、もっと柔らかい顔。そうそうなんですよ。結構あれですね、早速ね、はい、選んでいきたいと思いますよ。でも私ね、結構ね決まってて。あ、決まってんの。あの、さっきちょっと人取り見た時にこのシャカシャカブルゾンを入れたいなと思いました。ね、これってどういう時に着るの。やっぱ風が強い日とか、まあ、これから先冷たい風になってくるんで、でも厚着すると暑いし、置きづらい。ね、ヒートテック1個にこれでもう十分あったかいんで、そういうときそういうことね。あの、もう着込まない、あんまり。ほんと2枚で十分なんで。これね、パンツの色って相当ね、イメージがね、変わると思うんですよね、上は。こうベテラン、落ち着いてる研修生研修生研修生、はい。まあ、こう色味も結構ね、変わります。小物はね、ここはね、攻めますよ。早い、決まりました。それでは、着替えてきます。お、いいじゃん、新しい研修生っていうか、新しい研修生に見えてきた。研修生に見えてきた。見えるでしょ。ちょっとね、こっちかぶったんですけど、こっちの方がしっくりきました。なので、今回はキャップで。いいじゃん。じゃーん、ドゥン。なんかちょっと下はね、 M だから大きいんですけど、なんかちゃんとすごくちゃんとしたよ。そう、簡単に70代出してるでしょ。でも結構なんかこのシャカシャカも、この生地自体がシャカシャカ自体が伸びますけど、なんでこれはいい仕事してる。それも色が、この色もね、結構いつも白着るんですけど、ちょっとあえて色を入れることでちょっと顔の写りとかも変わってくる。今回はちょっとアドミラルバーッと見ると結構ボルド推しだったんで、流行りのボルドを入れてみました。これですごくいいです。これで80歳くらいのおばあちゃんが着てたら超かっこいいね。超かっこいい。なんかあのね、全部が細すぎず太すぎずの結構あのいい感じのラインです。後ろも好きなの着るのも大事ですけど、いろんなものにトライして皆さんも行きましょう。はい、じゃあ次メンズチェンジ。はい、では次メンズに参りましょう。お、来た。お前ら決まってんのか。さっきちょっとあったセーター、この色でも
これだとこう、そうそう、こういう色ちゃんと着たい。こういう色ちょっとニット自体もシンプルで結構、まあここにポイントありますけど、あ、でも後ろも可愛い、すごく、さがら、さがらで印象変えますよ、印象変えますよ。え、そっちに行くの？あ、こっちがいいかな今回は。まあ、可愛いケース、ワクワクなりましたね、うん、結構印象変わります。はい、で他の商品もね、はい、見てみたい。でさっき着てた私の色違いメンズもあります、うん、襟がついてるね、そうね、ちょっとデザイン違いますね。で結構そのパンツが豊富ですね、メンズは。パンツのラインがで裏がね、結構ねこういう風に必ずね入ってるものがついてます。さらにここに滑り止めがついてる、うん、2つすごい滑り止めがついてる。大事、大事なんですね、うん、男性スイングシャドウすぐ出てくるから。あ、シャツがね、あ、うん、シャツが出ない用だ。そう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 、なるほど、毎回出る。これもいい、これすげえいい、こういう人になりたいね。お、これすごいですよ、つけ襟みたいになってる。これ取り外しできます、この襟が。すげえ、なんでこう防寒、寒すぎたらこれつけて、これ1枚でもいけるんで3色展開、使いやすい。インナー着るのめんどくさいとかそういうことかな、うんうん。でまたこうニットもね紹介していきたいと思うんですけど、はい、まあ、こうね、ザザですね、アドミラルのね、このいつも定番のマークですね。これライオンですか？そうです、ライオンですか、王様のマークですね。ライオンです。で結構ね色合いもこっちのチェックのシャツなんかも落ち着いてる色味で、結構どの商品とも合わせやすい感じになってますね。はい、落ち着いてます、落ち着き払ってます、うん、だからちょっとねサイズちょうどいいね、全部ね。キャップはねもうちょっと遊びたかったんですけど、このキャップなの。今ライブにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ユーエロな、あ、いい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 、うまそう、うん、どうですか、何やってる、着心地が、これ着きやすい、ちょうどいい、ベスト、ベスト。これはちょっと小さめ、これ M、 そう、やっぱりそうだよね、なんかこれなんかちょっと丈が短いのちょっと小さめになる。これあるね、ちゃんとね、これでこれこれも縦かなと思ってたけど、脱ぐとなんかアドミラル、うん、アドミラル、あ、なんか落ち着いていい感じです。うまそう、ベルトも逆、あ、ちょっと合ってる、うん、私から見てた逆に、はい、でもライオン向いてるわけ、うん、すごい気に入った、うん、これね年齢、年相応な感じ、確かに。これはね、いいよ、アドミラルいいよ、うん、今の自分よりの中からうまく出れた、お願いします。はい、今回プレゼントに選んだのはこの私が着てたシャカシャカの M サイズと、これこの、カーキの、うん、汎用性ある、トップスブルゾンですね、カーディガンの L サイズ、うん、これは M だったんですけど、 L をプレゼントします、うん、はい、もう着心地も良くて、たくさんいろんなウェアと回しやすいと思って、ポイントにもなる。アドミラルはなんかその運動用にみんないろいろ工夫してくれるじゃないですか、ここを良くしたりとか、うんうん、そうじゃなくてなんかゆったりしてる気持ちなんだけど、シルエットはゆったりしてない、うん、っていうのが不思議だった、うん、いい生地がやっぱいいね、ピシッとしてて生地が伸びるんで、その分シルエットは細身ですね、はい、うん、ぜひこれを着てコリコツネちゃんみたいに上手くなってください。ダイルサトシさんみたいにバコーンと言ってください、ね、バコーンとね、そうです。どうでしたか、今回3つのブランドやってみて、はい、普段自分たちが買わないようなお店に行って、はい、買いたいものを選ぶという企画でした。どれも思ったより良くてびっくりした、食わず嫌いが多かった、うん、せっかくいろんなブランドあるのに、うん、結構見るだけ見て
の着ない方もたくさんいると思うので、ぜひあの一回着てみてほしいですね。本当に着ると全然いけるじゃんとか、今持ってる手持ちのものと全然違うとか、手持ちのものと合わせやすいとかあったりするので、うん、ぜひ皆さんいろんなブランドにトライしてもらいたいなと思います。意外な絵がいっぱい出たもんね。うん、いっぱいあったよね。うん、かなり面白かったです。正直あのいろんなブランド着てみて、また自分もね個人的にたくさんブランド取り入れて、いろんなブランドに個人的にやっていきたいと思ってます。はい、あとはプレゼント企画がありますので、はい、応募してください。はい、皆さんぜひ応募してください。はい、次回の動画も楽しみにしてください。バイバイ。